ようございます。おいっす、お前何してたの。すいません、ちょっと痛風で痛風になりまして。どこ痛い。いや、もうもう、いやいやいや、だってもう大丈夫ですけどまあ今日はね、はい、今日で呼ばれました。スカパー、はい、スカパーで、はい、斉藤和美さんと対談、はい、以前 YouTube ちゃん来てくれたけど、はい、あえてまた斉藤和美さんがね、はい、ルート66っていうね、自分のそのチャンネル番組を持ってるわけよ、はい、そこに俺を呼んでくれた。あの YouTube でご縁かなってことですか。そう、ありがたいです。あの時確か LINE 交換してました。してました、してました。それで、はい、その後も僕のその息子のね、小学校からの友達が肩壊したりして、うん、まあ藤川球児君とか その子が肩痛めたんで、はい、斉藤和美さんは肩のそのリハビリがすごい長かったじゃないですか、はい、そういうのでアドバイスもらったりとか、うん、だから何かあったら連絡は、そういう俺ピッチャーのこと分からへんから、はい、バッターのことはほとんど分かるけど、今日こうやってほぼ千葉まで来たのがね確かにここちょっと遠いですよね。ちょっと遠いですよ。遠いでしょ、うんうん、でもね、そうそう、斉藤和美さんはね、ことあるごとにね、俺のことをね、ツイッターでつぶやいてくれたりね、ダルビッシュ投手もそうだけど、応援してくれてたよ。愛情深い。そう。前の YouTube でも言ってたけど、まあ、大魔神は別格として、まあ、年一緒やからね、もうほぼ親友やから、まあ、それでも、僕は逆風の時でもそうやって応援してくれたっていうね、そういう男気のある男なんで、うん、もうこれの話聞いた時も即答でやりますって なりましたけどね。はい、はい、あ、もうすぐに和美さんからオファーが。そうですね。で、何打席か現役時代に対戦されてたみたいですね。4打数1安打って書いてんねんけど、はい、あんま印象残ってないよね、うん、俺もセ・リーグ行ってたし、はい、俺がパ・リーグでおったら何回も対戦するからね、もうそれこそ野茂君や伊良部君みたいなね、バチバチの対戦はできたと思うんだけど、まあ、その時は交流戦で1試合しかやってないですよね、4打席ですか。たっかりちゃんと三振してるね。たっかり三振、うんうん、このインタビューは野球では俺打ち返されへんけど、斉藤和美さんのインタビューは 100% 打ち返したいと思います。どん底から這い上がるぞ。53歳過ぎても打てるんだ。じゃあ行きまーす。はい、お願いします。じゃあお願いします。いいっすか。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。エロン爽やか。いやいやいや、ちょっと、自分の番組なんで爽やかによろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。じゃあ行きまーす。そっちの緊張する。いや、緊張します。めちゃくちゃ緊張します。じゃあ3秒前から行きまーす。木原さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、っていうかもう本当ありがとうございます。わざわざ来ていただいて、もうルート66の66です。あ、66 いきなりごめん、66の6番目でしょ、僕6番目です。そうです、はい、よくご存知、はい、ありがとうございます。もう今日はもうまさか木原さんが来ていただけるとは思ってなかったんで。いやいや、もう斉藤和美さんとはね、一回 YouTube でね、はい、もう出てもらって、それとか僕のその息子の友達の怪我のことを相談したりとか、はい、LINE いただいて、はい、はい、もうぜひこんなチャンスもらって、今日は斉藤投手の投げてくる球を全部打ち返します。ありがとうございます。もう今日はもういつも以上にスタッフの方が切りついてる。もう緊張感持っているんで、もうそれが僕はもうひしひしと伝わってます。はい、まず今回
いろいろといろんなこうテレビでこう清原さんも過去のこう現役の時のこととか、高校の時とかいろいろ聞かれてると思うんで、まあこう重複することもあると思うんですけど、はい、ちょっといろいろとこう深掘りできたらなというふうに思ってるんで、よろしくお願いします。まずあのもう皆さんが今日スタッフの方があの口揃えて言われたのが、もうでかいっていうのはまず皆さん言われるんですけど、いや斉藤さんの方がでかいでしょ。まあ背は僕の方があの大きいし、顔は俺の方がでかい。なんかずるいもんな、なんか爽やかやし。そんなことないです。まあこうもう今日はこうなんか顔小さいし、男前やし、なんか野球選手っぽくない。いやいやいや、もう清原さんもこの大きいか、でも幼少の頃から大きいですか、やっぱり。俺生まれた時がね4200だもん。大きい。いや4000グラム節何グラム？僕は3200か300っていうふうに。それでそんな大きかったの？はい、聞きました。なんかね、あのライオンズで言えば秋山さんもそうだったし、あ4000超えられてるんですか？うん、あと誰やったかな、4000超え、松坂大輔もそうでしょ。あ、大輔もすか。うん、結構ね4000オーバー説多いよ、野球選手。俺らの時代だっかな。いやでも大輔はあれですもんね、僕より年下ですからね、うん、やっぱ4000なかったらスーパースターにはなれないですからね。なんかねガルベスが、ね、4500とかですよね。4500ですか。あ、やっぱじゃあ幼少期からもずっともう大きかったですね。だからそういういきなり背が伸びたとか、はい、そういうのはなくて、まあ、コンスタントに10センチずつこう、5年生の時で155、6年で165、はい、中1で175、中2で180、中3で184か5になって今88ぐらい。本当コンスタントに、ね、そうそう、だから今みんな膝痛なったりしてるでしょ、はい、はい、なんか成長痛、はい、そういうの一切なかった。へえ、そんなコンスタント一回も止まらずですもんね。そう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 でしょ。いや僕一度中学の2年生ぐらいに一回ちょっと停滞した時期があったんですよ。それでずっと後ろ、一番後ろちゃうの？まあ、後ろの方 ではありました。でも中学2年生の時ぐらいに一旦こうちょっとこう停滞した時期があって、で、あ、もうここで終わりかなと思ったら中学3年生高校でドワーってこう伸びていったって感じなんで、清原さんみたいにトントン拍子でこう伸びたっていう感じ。だからね、骨もなんか太いみたいで。太そうです。めちゃくちゃ太そうです。レントゲン撮ったら骨太いね。あと PL の僕はあの聞いたけど、 PL の練習ってそんなに長くないですね。ないんですよね。2、3時間、3時間ぐらいじゃないですか。全体練習がですか？全体練習が。で、その後、もうそれで終わりですか？終わりですね。それで先輩たちが一回ご飯食べて、それで夜間練習みたいな、個人練習、プロみたいですね。感覚的に。自分たちあの、竹バットを使わされてたんで。竹バット。だから、普段アルミのバット使わない分、だからその金属もアルミバット持った時にもうびっくりするほど飛びますよね。ああ、そうですね。竹バットの飛ばないですよ ね痛いし、こう割れるし。もう冬もですか？冬もですよ。うわ、本当ですか？だからあれ竹バット詰まると思ったら詰まるんで、詰まらないようにキューって振らないと。いや、あれ結構勇気いらないですか？振り切るのも。そうです。それで僕はその自分の母親が使ってたハンドクリームで桃の花ってあるんですけど、メーカーまでありがとうございます。はい、それを僕は3年生の時でもやっぱりこうひび割れしてたんで、甘めとかで、はい、で今立浪ね、ドラゴンズ監督に、はい、たまたま1年生って言ったら立浪は監督が来たんですよ。はい、俺の部屋行って桃の花取ってきてくれるんですよ。やっぱりパニックったんでしょうね。はい、なかなか帰ってこないんですよ。はい、おい、どないしてんって言ったら、もう汗だくになって帰ってきて、はい、なんか花一輪持ってきました。いやだ、本当ですかそれ？そう、ほんま、ほんま、本当ですか？ほんま、ほんま、ほんま。あの立浪さんがですか？もうパニックったんじゃないかな。花一輪。それは大概まさか桃の花ってクリームと思えへん。まあそうですね、うん、
まあでも本当パニックられたんでしょうね、花一輪でそれを木原さんがどうすると思ったんでしょうね。でももうそれ見てなんか感動する、ある意味感動ですよね。ここまでこいつ考え切ったんかみたいな。最後の最後花一輪でなんかね、草か花か分からへんでまあそういう PL 学園の3年間をこう過ごされて、ええ、ドラフトありましたね、はい。まあ、これもよく聞かれていると思うんですけど、そのドラフト前っていうのは、まあ、木原さん的にはどういう心境でその当日をこう待たれてました？もう自分はもうそういう大学へ進学するっていうとかそういう選択肢はなかったんで、はい、だから夏の甲子園優勝しても土持って帰らなかったぐらいですから。あ、いやいや、かっこいい、はい、俺はまたここでプレーするからみたいな、巨人か阪神でって。あ、なるほど、なるほど。だから西武、セ・リーグ外れた時はもう慌てて甲子園 そのスパイクの裏削った削りましたからね。いや、そのぐらいでもやっぱりドラフトっていうのは皆さんの思ってるぐらいの ドラマチックやったじゃないですか。まあそうですね。だから今思えばね、結果的に見ればあのまま僕は巨人に入っても中畑さんいらっしゃったし、あ、当時ですね、ファーサー、はい、だからそういうルーキーのそういう新人の記録は作れなかったと思うし、あ、だから西武で一番良かったんだなっていうふうに思えるようになりました。いいですね、そういう話。で、まあそれで西武に入団されることになったんですけど、その入団1年目、高卒1年目の数字が3割4厘、ホームラン31本、67打点、これも高卒新人歴代最高と、やっぱ、まあ、でもそれでもオープン戦でホームラン、そうなんですよ、打てなかったんですよね。全然打てなかったんですよ。それがなぜ開幕してシーズンが始まったら、4月ぐらいのデーゲームの時に僕ら歩いて寮帰るんですけど、はい、駐車場にその家族とか来てるじゃないですか、あ、その選手の、はい、あれを見た瞬間あったんですよ。それまでちょっと2月からバーッとまだ学生の気分が抜けてなかったんですよ、はい、ほんでその家族、その補欠っていうか普段試合出てない人も家族とか来てるじゃないですか、はいはい、で、ああこの人たちはもう僕ら高校生から見たらプロ野球の人はおっさんじゃないですか。おっさんですね、そうですね、はい、そう、まず最初思うでしょ、はい、思います。はい、ほんならやっぱり、ああ家族養ってるんやと思ったら、やっぱり同じ140キロ高校生って投げますよね、はい、プロでも当時140キロってまあ普通で、はい、そこそこですね。なんで打たれへんやろ、打たれへんやろって、早くも感じなかったし、それでもちょっと詰まるっていうのはなんでかな、あ、生活がかかっとんねや、この子、俺の考え方甘かったみたいな、もっと練習せなあかん、うわば鳥肌、やば、ほんでブワーバッと振り出して、あ、そこでこういろんなこと気づかされたんですね。そうなんですよね、すごいですね、気づかされた瞬間、その試合じゃなくてそういう瞬間っていうのが、そこでやっぱりそのプロっていうものが生活がかかってる、みんなその家族がいる、僕はまだ高校野球の延長で甘い自分がいたっていうのを気づけて、はい、もう余計にバット振る回数がもう10倍以上増えたんじゃないですか。それからやっぱその試合に出るたびにやっぱ気持ちもやっぱ変化ありました、打席ありましたね、打席入る時も絶対に俺はと思って、あ、それが強いちょっと踏み込みになったりとか、あ、なるほど、ああ、そのじゃあガレージでその先輩たち その家族を見たことが、ね、何かこう木原さんのスイッチが入ったっていう、入ったんでしょうね。だからちょっと詰まってたのが死んで当たるようになったんじゃないですかね。はい、ということで、これでもやるかっていうぐらい、どうしても聞いてみたい人に、聞いてみます。和美さんです、はい、すみません、よろしくお願いします。前回もキオスポで2回出た人初めてだよね。確かにそうです。あ、本当ですか、うん、そうです。よし、ちょっと初って好きです、初は大好きです。で、今流行りのですね、僕はどうしても聞いてみたいのが、はい、球数問題。あ、はい、
やっぱり斉藤投手はミスター完投と言われてて、それで肩を壊したりしましたけど、はい、今分業制であったりとかあるんですけども、はい、それぐらい球数っていうのは肩に負担くるものなんですか。まあ、まずボールを投げるっていうことはもうあの肩に、肩肘に絶対負担はそれだけでもかかってると思うんですけど、はい、まあでも、まあ、今よく言われるこう100球っていうところは、はあるんですけど、まあ、日本の場合、まあ、これ大体日本の野球ってこうメジャーからこう来ているのが結構あって、メジャーの場合はこれ中4日5日で回ってるんで、その100球っていうところ、100球以内っていうところでこう負担がないようにこうどんどん回していく方がいいっていう多分考えだと思うんですけど、日本は中6日じゃないですか今。そうそうそう。で、まあ、これもいろいろこう聞かれるんですけど、100球って100球で疲れがとか疲労がっていうので、何もデータ出てないんですよね。だからそれをこう日本が真似してるっていうところを考えると、100球で先発ピッチャーが何か変化があるっていうのはあんまりこうよろしくないというか、見ててそれは先発として役目を果たせる技術、体力を身につけてるのってやっぱ正直思ってしまう。なんか6日あるので、あとこの間の佐々木投手と柳田選手のガチの戦いを僕はもうすごい楽しみにしたんですけど、まあ1打席目は柳田選手がセカンドゴロかな、もう柳田選手の雰囲気からバッとこっから出すぞみたいな感じで、2打席目かな、すごいチャンスで回ってきて、あのフォークを3球三振したんですけど、あれちょっと僕ね結構ショックやったんですよ。まあそうですね、あそこで104、うん、あそこで柳田選手に対して最速を出してほしかったって。ああなるほどですね、柳田選手のバットへし折ると か、 だかそういう、うん、やっぱりキャッチャー年下じゃないですか、はい、高校生の、はい、だああいう気持ちで投げ、だから今の現代抑えればいいっていう、そういう昔はそういう自分もよく言われたんですけど、なんか平成の名勝負とか、はい、僕と野茂君だったりとか、はい、斉藤さんは逆に誰があれだったんですか、その名勝負的な。いやでも自分は急速の上がる打者っていうのは、やっぱり外国人選手かもしれないですね。やっぱりその外国人選手で、まあ、あの中にはそのちょっと日本の野球をこう舐められてるっていうような、そういう外国人選手もいたりしたんで、日本の野球を舐めるなっていう感じで、日本の野球も難しいんやぞっていうのはこう見せたいんで、やっぱ外国人選手はちょっと結構ガチでいきました。ガチでもう三振取りたかったですね。やっぱ当時西武カブレラであったりっていうところも、あれサイド悪いですもんね。っていうところも結構、まあいいバッターですけど、それはでも対決してみたいバッター自分のチームにいたもんね、ほとんど。まあそうですね、いいこう先輩方、いい打者結構いましたから ね、松中さんであったりって、まあ、でも今清原さん言われたように、ね、僕もその佐々木朗希とその見たんですけど、もう柳田はもうまっすぐしか待ってないっていうスイングで、ね、ホークって言ったんで、やっぱ、まあ、現代の感じかなっていう。だから僕当時現役させてもらった時、やっぱ松坂大輔っていう絶対的な存在がいて、まあ僕のチームにはこう松中さんがいて、大輔が3本ホームランを打った試合があったんですけど、その3本目も大輔はインサイドまっすぐ行ってそれを打ったんですよ。僕はやっぱそれがやっぱ逆にそういうピッチャーっていうのはそれを求めてるし、それを求められてるっていうのがこのマウンドで表現しないといけない選手ってすごいなっていうのがすごく印象あったんで、今清原さん言われたように、やっぱ夢のある佐々木朗希投手なんで、そういうピッチャーに僕はなってほしいなっていう、そうですね、そういう風なちょっと見たいですよね。ですよね、山川、西武だったら山川選手とか、はいはい、もう160キロガンガン投げて、そうですね、もう打てるもんなら打ってるみたいな感じで投げてほしい、はい、やっぱりそれは良かったです。あと、まあ、先ほどなあの、ね、野本投手のことを言いましたけど、8回までノーヒットノーランで全球ストレート来たっていうのもまあそれ話かぶってくるんですけど、今のスピードガンって自分たちがやってた時のスピードガンと合ってると思いますか。あ、まあ、現実にこうあの
スピード自体ピッチャーのスピードは上がってると思うんですけど、そのスピードガンの質がやっぱ当時よりも良くなってるんで、うん、だそれでスピードが出るっていうのもあるとは思いますというか、そういう話も聞いたことあります、うん、はい、だから、昔の人もその150キロってやっぱ僕は現役の時やってる時はもうすごくこう速いスピードのこうバロメーターっていうかですね、でもその前のやっぱ大先輩たち中でも絶対150キロ出された人たちも絶対いたと思うので、それはやっぱこの機械の質っていうかですね、だからそういうのもなんかあるのかなっていうのもありますし、そういう話も聞いたことはあります。だからちょっとこうスピードがこう上がってるっていうのはそういう、まあ、選手 の, その技術ももちろん上がってるんですけど、その機械の質も上がってるっていうのも聞いたことありますね。じゃあ、はい、最後に対斉藤投手は、僕柳田選手大好きなんですね今なんかイカゲームの三角つけてますけどあの辺が僕大好きなんですよ。斉藤さんがピッチャーとして柳田投手と選手と対決するときはもうガチでいく場合は、いやーもう外一辺倒で絶対もう無理なんで、うん、反対にも大きくなってますし、もう当たって砕けるのはやっぱもうとことん行きますね。こっちで勝負しますね。あ、はい、でこっちでその見逃しよりももう怖いですけどスイングしてほしいですね。それでファールを打ってもらって、うん、まあちょっとこう余裕があった外で勝負まっすぐするとか、まああれぐらいのバッター、まあ、木原さんとかもそうですけど、そういうバッターはやっぱここ行かないと、行ったとしても行くだけじゃなくてここスイングしてほしいって思います。はい、怖いですけど。え、怖いですか？いや怖いです怖いです怖いですよ。いやちょっと甘くなったらあるじゃないですか、キャラさんがもうこうもうそのツボに行ってしまうので、その怖さあります。やっぱそれぐらいのバッターに対して行くときはやっぱちょっとリスクもしっかりこう背負っていかないと覚悟を決められないですね、やっぱり。でも空振り取れる決め球じゃ何ですか？いや、 やっぱりまっすぐでは行きたいですね。そのやっぱそこで気持ちどんどんそこでまっすぐ三振取って気持ち上げていってこれです行きたいところですけど、まあカウント状況によって、まあ、僕も落としてしまうかもしれないですねでもまっすぐでは行きたいですね。まっすぐで最後行けるような組み立てがこうできたり攻め方ができたら一番理想ですけどね。はい、でバット折れるみたいな。まあそうですね、折れるか空振りかみたいな、そのそういう快感をそういうバッターからは得たいですね、うん、岡本君の場合だったらどういう感じですか？うわ、また難しいですね。岡本選手、まあでも右バッターなんで、右ピッチャー右バッターで逆にインサイド行くのって、まあ、左バッターの方が目標ができるんで投げやすいんですけど、まあでもそれでももう行きますね。やっぱインサイドはちょっともう当たったらごめんぐらいの感じで投げないとっていう感じですね。この間ヤクルトの高橋君って左ピッチャーが、はい、岡本選手の顔面すれすれ投げたんですよ、はい、もうマトリックスみたいなマトリックス。その後もまたドーンってこう投げたんですよ、で最後どうなったかって、これ多分三振するなと思ったんです。そこまでインコース投げられたら、はい、ど真ん中のスライダーやっぱり三振したんですよ。やっぱそうですよね、腰引いて、はい、だから最近バッターの方はここにつけて、ここはもう剣道の固定みたいなのつけて、つきますね、ここはトランシーバーですよ、トランシーバー足もこう ねこう何回もつけますしね。でもデッドボールがものすごい少ないんですよ。あ、だからそういうインコースを攻めきれる投手は最近少ないと思うんですけど、はい、それはもう本当に今木原さんがおっしゃる通りで、もうこういうのはこういっぱいつけてるからこそさらにいかないといけない状況なのに、いけない投手はやっぱ多いですよね、そこで。やっぱいろんなこう今いろんな変化球を使いたがるというかですね、そのまたちょっとこう抑え方 の感覚がこう変わってきたピッチャーが多いかなみたいな、そのリスクを別に背負う必要ないっていう感じのピッチャーがなんか多い気もするんで、木原さんもあの当時このつけれたらまだ絶対打ってましたよね。僕わざとつけれなかったんですよ。あ、本当ですか。はい、へえ、ちょっとトレーニングした腕を 見せたかったんです。すみません、そっちですか。はい、シュールです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どん底から這い上がるぞ、53歳過ぎても打てるんだって。